はい、えー。皆様、こんにちはあ。沖縄おばばでございます。はい。えー、どんどんブログさんなんですけど、とあるニュースを取り上げています。はい。またあったみたいですね。はい。何がかというと、スクールバスの中に児童置き去りです。はい。えー、まあね、えー、子供ね、えー、まあ,あ、なんていうのかな。寝てたんですけど、気がついて、 えー、クラクション鳴らしてね、それで発覚したみたいなんですけど、はい、えー、まあ、デたらめですね。はい、でたらめ。やってることでたらめです。えーとですね、えー、普通はね、こう、送迎バスとかは、あ職員が降りるときはですね、確実に、えー、送り届けたかどうかっていうのを、まず、あの、バスの中を全部確認してから、 降りるということが基本になっております。はい。これはね、まあ、とあるね、会社にちょっと一時期勤めてまして、そこで、えー、まあ、送迎バスとかもね、えー、ちょっと、中、えー、の、まあ,あ、とりあえずね、関わってたんで、えー、まあ、そういうこともやっておりました。はい。いろんなことやってます。はい。えー、なのでね、もう本当にね、えー、あら、 っていう感じです。はい。え、もう何回こういうことを起こすんだという感じですね。で、ちなみにこれ起きた場所というのが、岩手県でございます。東北でございますね、東北。はい。え、例のね、えー、レアケーキです。をばっくりばっくり食べてしまった人の人口が多いんですよね。まあ、東北は。で、これね、 もう、ちょっとね、ええー、ま、生地をね、ペタココーって、ちょっと貼れないんで、ええー、ちょっとこれ載せるのをね、どうかなって考えてた記事があったんですけど、その中に書いてあることをちょっと言いますね。え、これね、シャテハテメモさんです。はい。ええー、とですね、ええー、まあ、この中に書いてあることは、とあるね、世界的に有名な、 あ非常に著名なね、えー、まあ,あ、科学者がいるんですよ。で、その方がね、研究したんですけど、えー、なんか論文ももうね、茶読付きで、えー、もう、あのー、雑誌に発表されてるみたいですね。で、えー、その論文が言うことにはね、その、博士が言うことには、例のね、レアケーキです。はい、えー、食べちゃった方。はい。 えー、脳みそですね、脳みそ。あそこにね、えー、酸っぱいのがね、見つかりましたよっていうことです。つまり、えー、食べちゃってね、えー、まあ、何もやってない方でしょうね、多分ね。はい。えー、食べちゃってね。えー、で、えー、酸っぱいのがね、脳に行っちゃった人たちでしょうね。脳、えー、細胞が破壊されてると、はい。 そういうことです。なので、まあ、こういったね、置き去り事故とか、あ、ボンミスによるね、交通事故。はい。えー、そういったものが増えるのは、当たり前だのクラッカーだということです。はい。こちらのね、えー、まあ、記事ですね。えー、さてはてメモさんにございますので、検索して見に行ってください。ちょっとこれね、えー、ちょっと、あのー、なんていうのかな。 貼れないんですよ。あの、URL にね、金、えー、句が入ってるんで、はい。まあ、そういうことでございます。えー、なのでね、今後多分ね、えー、そうやってね、デトックスとかしてない人たちが、まだまだもう、うじゃうじゃいますんで、一部しかやってないんでね、ほんの一部ですからね、多分1%もい,いないんじゃないかと思いますよ。食べた人でね、デトックスしてる人は、はい。 まあそういうことなんで、えー、今後ともね、あの酸っぱいあれでね、えー、脳みそがね、えー、歯の開花かいってされてしまってね、えー、おかしな行動に出ていく人とかね、まあ記憶がおかしくなってしまう人がね、増えていくっていう可能性が本当にあります。はい。えー、これはね、えー、ちょっと今日、 今朝ね、ちょっと言及しましたけど、まあ、交通事故にもね、注意しないといけないっていうことね、昨日かな、言いましたけど、そういうことなんです。つまりはね、酸っぱいあれがね、え脳、ー、の、脳、no, no,、no, no、をね、歯の開会してしまうっていうことです。はい。 えー、まあ、よろしかったら検索してみてください。よろしくお願いいたします。はい。えー、ちなみにこちらはね、えー、私の好きなあ、イラストレーターの方のね、えー、塗り絵です。はい。えー、出てたんで買いました。ちょっとね、あのー、絵が細かくないんで、自分でいろいろ書き込んで、えー、塗りたいなと思いました。はい。えー、ちょっと可愛らしいですね。 はい、えー、こちらがね、こお見本になってますね。はい、それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございまーす。